それでは、オオキシンの極性移動について説明します。ここに植物細胞を描いてみました。この分厚い壁は細胞壁を表しています。そしてこの太い黒線は細胞膜を表しています。細胞膜上に青いブロックとか赤いブロックが埋め込まれていますが、これは今は無視してください。オオキシンは茎の先端側から根っこの方向に方向性を持って移動する。 明確な方向性を持って移動することが知られていますこのように方向性を持った移動を極性移動と言います茎や根っこの細胞にはこのように少しね変な形をしたブロックが細胞膜上に埋め込まれていますこのブロックは正体はタンパク質でどんなタンパク質かっていうとオオキシンにとっての入り口細胞への入り口の 役割を果たすようなタンパク質がこの青色。でこの赤色はオオキシンにとっての細胞から出る、細胞から出ていく時の出口の役割をするタンパク質。それがこの赤色です。この青色はオオキシン取り込み輸送体、赤色はオオキシン排出輸送体と言われます。この正確なね名称はまあ、高校生は暗記しておかなくて大丈夫です。問題文に出てくることはあると思います。 この黄色いボールがオーキシンです。こんな風に入り口がいろんなところに配置してあるけれど出口が下側にしか配置されていないするとこのオオキシンはどのように動くことになるのかこのようにまず入り口から入って出口がない出口がない出口がないそして出口から出ていくそしてまた入り口から入る。 この出口が細胞膜の下側にしか設置されていないっていうところがポイントだよね出口がここにしかないからオーキシンは、ま、どうやったってこっち方向に出ていくしかないわけだ皆さんは生物基礎で動物のホルモンを勉強しましたね動物のホルモンは内分泌腺の細胞から血液中に分泌されて血液の流れに乗って標的細胞まで運ばれていっただけどもそれとは大きく 違うわけですね。好奇心の輸送方法は細胞の中に入ったり、細胞から出たりしながら。一方向的に方向性を持って輸送されていく。それが好奇心の極性移動の背景にある仕組みです。もう一回、好奇心の動き見てもらうと、これ細胞壁の中を平気で通ってるよね。まあ、この細胞の中はまあ、まあ、いいとして、こんな風に細胞壁の中を平気で好奇心は通ってる。 え細胞壁って壁なのにと思うかもしれないけど、ね、別に細胞壁ってコンクリートの壁じゃないからね、細胞壁ってセルロースっていう、ね、あの長い鎖が、ね、張り巡らされてる、まあえっとまあ、針金みたいな紐が張り巡らされてるのが細胞壁だから、その隙間を通ってスルスルスルーと、ね、あのオオキシンは動けるんですね、だ決して細胞壁って何も通れないものではない。まあ 細胞壁ってどちらかというとう何でも通してしまうような性質を持っています。次に根っこの話もしておきます。これが根っこ。オオキシンが根っこの方へ運ばれてきます。そして根っこの先端には根幹があります。まるで根っこがつけてる冠みたいだから根幹。根幹の中央には 後で説明しますが、特殊な細胞たちがいます。その特殊な細胞たち、重力を感知していると考えられています。さっきも出てきたオオキシン排出輸送体が、ここに、ね、設置されています。オオキシンの出口でしたね。これ、分かってないことが多いんですが、こうやって運ばれてきたオオキシンは、ここで折り返して、そしてループするように動く。 と考えられています。折り返して、再びループするように動くと考えられています。まだ未解明なところがすごく多いので、高校生は知る必要はありません。さて、根っこを地面に寝かせてみましょう。根っこを地面に寝かせると、何が起こるのか。ここのオオキシン排出輸送体に注目です。こんな風に排出輸送体の場所が変わりました。 このオオキシン排出輸送体が再配置される仕組みについてはまだ完全には解明されていませんただこのオオキシン排出輸送体ここにあるものはずっとここにあるわけではなくて細胞の中の小胞小胞っていうのは膜で包まれた袋細胞の中の小胞とそして細胞膜と行き来していると考えられています実際オオキシンはこの黄色い 示した経路を進んでいくと考えられています根の下側を高い濃度のオオキが進んでいきますそして高い濃度のオオキは根の成長抑制に働くので下側の成長が抑制されると考えられています根の下側の成長が抑制されるあんまり伸びないだけど上側は伸びるだから上側の方が伸びるので根っこ全体としてはこんな風にぐにゃっと 地面方向に伸びることになります。最後に根幹にある重力を感知する細胞についてお話しします。この細胞は平行細胞といって、その細胞の中にアミロプラストというものがあります。このアミロプラストの中には大きな澱粉が入っていて、このアミロプラストはまるで動物の自責のように働くと考えられています。このアミロプラストは、 動物の自石のように、重力の方向に従って配置を変えます。このアミロプラストは重力センサーとして働いているんです。では始め、根がこのように地面と垂直方向に伸びていたものとします、ね。細胞はこういうふうな状態になっています。アミロプラストは重力の方向に沈んでいます。このように根っこを地面に倒したとします。 さっきの細胞もねあの横に倒れていますするとアミロプラストが重力の方に移動しますするとそれに従ってオーキシン排出輸送体が地面側に配置されるようになるわけですそして少し前のスライドにつながるわけですねアミロプラストが この地面側に移動して、そしてオオキシン排出輸送体がこっち側に配置される。するとオオキシンがこう下側に、ね、地面側に動くようになるわけです。ではご清聴ありがとうございました。オオキシンの極性移動の授業でした。